皆さんこんにちは。バレーボールのネーションズリーグ VNL 男子第3週のフィリピン大会は22日、世界ランク4位の日本が同7位の東京五輪金メダルフランスと対戦しました。日本のサーブレシーブで開始した試合、西田選手のスパイクがブロックされ、日本は最初のポイントを失いました。4-6とリードされた場面で大塚選手がバックアタックを決めて1点差に詰め寄りますが、3連続失点で5-9とされたところで日本が最初のタイムアウトを使いました。10-16とリードを広げられたところで高橋健選手が強烈なスパイクを叩き込み、11-16-13-18から2連続でポイントを失い、13-20とされたところで日本は2度目のタイムアウトを使いました。15-22の場面で日本はピンチサーバーの甲斐選手を起用するも、甲斐選手のサーブはネットにかかり15-23とされました。その後日本は17-25で第1セットを落としました。第2セット開始はミドルを使われ最初のポイントを落としてしまい、日本は5-7とリードされた場面でサウスポーの宮浦選手が2連続ポイントを挙げ同点に追いつきます。日本は7-9とリードを許し最初のタイムアウトを使いました。日本は石川選手が相手のブロックアウトを誘って1点差に詰め寄りますが、日本は10-10から4連続ポイントを許し、10-14とされたところで2度目のタイムアウトを使いました。日本がタイムアウト明けに2連続ポイントを挙げ12-14と追い上げたところでフランスがタイムアウト、15-18の場面で石川選手が強烈なスパイクを決め16-18と追い上げますが、17-21とリードを広げられたところで石川選手が強烈なスパイクを決め18-21としました。しかしその後日本は連続でポイントを奪われ 19-25 で第2セットを落としてしまいます。後がなくなった日本代表は石川選手によって日本が最初のポイントを得ます。このセット日本が開始から4連続ポイントを奪ったところでフランスが最初のタイムアウトを使いました。日本が石川選手の得点で7-1とリードを広げたところでフランスが早くも2度目のタイムアウトを使い9-4の場面で日本は2連続ブロックポイントで11-4とリードを広げました。16-9の場面で石川選手がスパイクを決め17-9と突き放し、21-15から宮浦選手がスパイクを決めて22-15とリードを広げました。23-15の場面で山内選手のサービスエースで日本がセットポイントを握り、最後は石川選手のポイントで25-16で日本が第3セットを奪いました。首の皮をつないだ日本は1-3とリードされた場面で石川選手がスパイクを決め2-3とすると、4-4の場面で高橋健選手のサービスエースで日本が5-4とリードしました。7-6の場面で宮浦選手が滞空時間の長いスパイクを決めて8-6とリードを広げると、10-10と追いつかれた場面で石川選手が得点を挙げ11-10と再び日本がリードしました。12-13とリードを許した場面で山内選手がポイントを挙げ同点に追いつきました。13-14から日本が3連続ポイントで16-14としたところでフランスが最初のタイムアウトを使い、日本は18-19と逆転を許したところでタイムアウトを使いました。日本は20-21の場面で石川選手がバックアタックを決め、またも同点に追いつくと石川選手のブロックポイントで日本が23-22とリードしました。その後日本がこのセットをものにし、試合は最終セットにもつれ込みました。最終セットは日本のサーブレシーブで開始、宮浦選手が相手のブロックアウトを誘って最初のポイントを奪いました。3-3の場面で石川選手がバックアタックを決め、日本が4-3とリードを奪います。日本が5-3とリードしたところでフランスが最初のタイムアウトを使い、タイムアウト明けに石川選手がサービスエースを決め6-3とリードを広げました。8-5と日本がリードしたところでコートチェンジを迎え、エンドが変わった日本は宮浦選手のサービスエースで9-5とリードを広げました。日本は11-8
8の場面で石川選手が2連続ポイントを奪い13、8とし、日本は相手のサーブミスで14、9のマッチポイントを握りました。最後は石川選手のポイントで日本が15、10で最終セットを制しました。石川選手は両チーム最多33得点で、すでにファイナルラウンド進出を決めている日本、パリ五輪に向けても自信を深める一勝になり、チーム一丸で東京五輪王者を撃破しました。石川選手は試合後のインタビューで、今は冷静に受け止めている。ここが終わりじゃない。ここから上げていければいい。相手も五輪で戦うかもしれない相手。いるメンバーでやるべきことをやれた、と涼しげに振り返りました。収穫については、フランスも1、2人メンバーがいなかったけど、ほぼフルメンバー。自分たちのパフォーマンスを出してどれだけ通用するか見たかった。しっかりと力がついている。戦えることが分かった、とも語りました。宮浦健人選手は、難しい試合は五輪でもあるので、勝てたことが本当に嬉しいです。チーム2位の19得点。自分としては思い切りやって、チームに流れをもたらすことを意識した。今大会調子のいい西田選手のパフォーマンスがあまり良くなくて、代わって出る可能性あるかもと思い、100% のパフォーマンスが出せるように準備した。攻める気持ちを明日に向けて高めていきたい。と話していました。関田誠大選手は、2セット目の間に、石川選手が乗ってきていたので、使ってみようとしてそれがうまくはまった。石川選手、宮浦選手が活躍してくれ、こういう結果になった。僕らの強みはディフェンス。そこで拾わないとこういう結果にはならない。フランスとは五輪で当たるかもしれない。そういう意味では非常にいい戦いだった。と話していました。そんな一戦にフランス代表のアンドレア・ジャーニ監督は、今日の試合は非常に接戦でした。最初の2セットを取ることができ、良いスタートを切れたと思います。しかし、3セット目から日本チームが素晴らしい粘りを見せ、特に石川選手の活躍が目立ちました。我々のサーブレシーブが乱れた場面もあり、そこで日本に主導権を握られてしまいました。最終セットでは、日本のサーブ力とブロックに苦しめられました。結果は残念ですが、世界ランク4位の日本とこれだけ互角に戦えたことは、チームにとって良い経験になったと思います。この試合で明らかになった課題を改善し、次の試合に備えたいと思います。日本チームの粘り強さと高い技術力に敬意を表します。と話していました。この一戦にアウトサイドヒッターの高橋藍選手をリザーブにし、同ポジションの富田翔馬選手を登録。今大会では、出場選手とは別に、30人のエントリーメンバーから、最大4人のリザーブ登録が可能。そのため、一度出場選手から外れたとしても、申請を行えば再度出場できますが、高橋選手の欠場が続いているため、SNS 上では、高橋藍が今日も出てない。高橋藍なんでいないの？なんでメンバー外れたんだろう？まさか怪我じゃないよね？やっぱり怪我？大丈夫かな？え、高橋藍帰国してるの？温存してるだけだと思いたい。と不安の声が多く聞かれました。フィリピンでも絶大な人気を誇る高橋選手。欠場の詳細は明らかになっていませんが、一日も早い復帰をファンの方々が願っていました。いかがでしたか？今回は日本対フランスの試合後の選手のコメントや相手監督のコメント、高橋藍選手が出場していない理由について紹介しました。劇的な勝利を果たした日本には、このままメダル獲得を目指してもらいたいですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。